いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、福岡県飯塚市にある酒井屋より季節限定で発売されている、南蛮従来、博多あまおう。じゃあ、1個160円でご紹介したいと思います。飽きていきたいと思います。大粒で甘みの強い福岡県産あまおうのいちごを、果肉感のある酸味と甘みの調和が取れた特製ジャムに仕上げ、あまおういちごペーストが練り込んだピンク色のアーモンド生地と一緒にじっくり香ばしく焼き上げました。バター、アーモンド粉、あまおういちごを贅沢に使用した焼き菓子です。さあ、こういう風になっております。うん、今ね、入っております。こちらは4パックです。こちら1包装あたりカロリーは155キロカロリー、炭水化物は 12.4g の推定値です。洋菓子となっております。アレルゲンは小麦、乳成分、卵、アーモンド、リンゴとなっております。内容は1個です。では開けていきたいと思います。こういう感じですね。お、これ食べる感じか。あ、いいですよ、ね、で、いただきます。うん、このアーモンド生地とイチゴのジャムの相性もいいですね。っていうか、もう、イチゴに引っ張られてるんですけど、ほぼ。はいです。評価は4です、うん、美味しい。なんかやっぱもう主役がイチゴになっちまいましたね。アーモンドのあのいい味がちょっとイチゴが強くてちょっと感じ取れなかったかなって気がしますけど、まあイチゴ次にはたまらない南蛮従来となってるんじゃないかなと思います。まあイチゴとこの南蛮従来を楽しみたいって方にはおすすめだと思います。ぜひ福岡に来た際は九州由来のお菓子南蛮従来食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。